レベルが高いっていうイメージを持ってこっちに来ましたけど、もう本当に練習から、高いレベルでやれてるので、そこはすごい刺激的ですし、練習に臨む姿勢っていうのは今までの経験したことないぐらいの緊張感があって、そういうピリピリした中でやってるのを肌で感じれてすごいなって思いました。試合の2日前に初めてお会いして、そこでどうだいけるかって言われて、あ、問題ないですって言って、何をするのが正解かも分からなくて、やっぱチームにも決まりがあるので、その中でこう動いたらいいのかなとか探り探りやった感じですね。守備のところとかもやっぱクリスだったり飛車とかを動かすっていうのがすごい大変だった。しかもそれ動かしたの正解かどうかも分からなかったし、すごい難しかったですね。いや本当に良かったです。しかもその連勝中だったんで、この流れを止めない、止めちゃったらどうしようっていうプレッシャーもあったんで良かったです。来てから試合を重ねるごとに自分としてもこう手応えというか良くなってるなっていうところはあったんで、まあ、練習の中でも少しずつこうみんなも僕の良さというかを出してくれるようなプレーの選択っていうのをしてくれますし、あとは自分がどれだけそういうプレーで、攻撃で絡めるかってところだと思うんで、はい、徐々に良くなっていると思います。どんな相手であろうとチームの基本的なやり方は変わらないにしても、取りどころとかっていうのはその場面その場面で変わってくるし、やっぱりやられちゃうときって一人一人は頑張ってますけど、それがこうちょっとずつ遅れてってどっかにぽっかり穴が開いちゃったり手を取られちゃったりっていうところがあるんで、そこら辺のチームのすり合わせはもっともっと必要で、逆に僕なんかサイドバックなんで、こうマークボランチとサイドハーフをうまく使いながら、自分のところだったりでうまくそこで蓋をできればいいなとは思ってます。いや、めちゃめちゃ心強いですよ。やっぱ新潟の時に来た時もめちゃくちゃ怖かったし、やっぱサイドバックなんでこういろんな声が聞こえるじゃないですか。このスタジアム嫌だなと思いながらプレーしてたんで、それが味方になるってのはすごい心強いですね。いつも本当に心強いというか、力強い声援をもらって、一緒に戦えてると僕は思ってますし、残り9試合、J1 昇格に向けて一戦一戦本当に大事な試合が続くんで、引き続き、一緒に戦ってもらえたら嬉しいなと思います。応援よろしくお願いします。